ウォルフガング・ペーターゼンは、ドイツの映画監督、ニーダー・アザクセン州、エムデン出身。U ボートの監督として成功し、以後アメリカに移住して、ハリウッドで活躍している。なお、ナヌ・ボルフガングは、本来、ボルフガングと発音する。第二次世界大戦中の1941年に、ドイツ北部から北海へと注ぐエムス川沿いの小都市、エムデンで生まれた。 1953年から1960年までの間、ペーター・ゼンはハンブルクにあるヨハネ・ウム学院で学んだ。1960年代にはエルンスト・ドイッチェ・シアターで舞台演出に携わっていた。ベルリンとハンブルクの劇場で学んだ後、ペーター・ゼンは1966年から1970年にかけてベルリンのドイツ映画テレビアカデミーに在籍していた。 彼の最初の映画制作はドイツのテレビ向けのものであり、その後ドイツの有名な犯罪ドラマシリーズである、タートルとの仕事をしている際に、ユルゲン・プロホノフトであった。ペーター・ゼンが初めて全面的にアメリカで活動した1985年の第5惑星は、批評家の評価も工業面の成功も得ることができなかった。彼は1993年に、 暗殺者のスリラー作品、ザ・シークレット・サービスで復活した。クリント・イー・ストウッドが大統領警護官を演じた。この作品は工業的に大成功し、そのおかげで次のサスペンス作品、アウトブレイクを監督することができた。1997年の超大作、エアホース1は工業面では大成功だったが、批評家は賛否両論であった。最近では、 ペーター・ゼンは、リチャード・ギア支援のレッドコーナーを制作葬式した。57歳となった1998年までに、ペーター・ゼンは十分な成功を収めた監督となり、初期作品である u ボートをディレクターズカット版で再発することも可能となり、また上述のように有名俳優を並べた大作を制作するようになった。また、エアォース1とアウトブレイクでは、 マーティンスコセッシ監督作品でも知られるドイツ人映画カメラマンのミハイル・バルハウスと共同作業を行った。ありがとうございます。